キロロたちが。夢かよかった。いくらなんでもモアイが空から降ってくるわけがな。おお！あっ！何？と、あ、アリサちゃん。アリサ・サザンクロスちゃん、魔物と戦う謎の少女。ちょっと変わった冬木くんのお友達である。やっぱりな。え？冬木は好きだからな、そういうの。この石像のこと？軍曹にそっくりだ。どこで見つけたの？太平洋の隅っこ。ちっちゃい島だ。ラパミーと呼ばれる場所だ。じゃあな。ちょっと待って。ラパヌイって、イースター島のことじゃないか。まさかこれモアイ。ケロロ軍曹、ここ日向岳に居候しつつヘコポン侵略を企む恐るべき宇宙人である。早い話がガンタンクです。新型侵略兵器の開発中に爆発炎上。触っちゃダメって言われたのに、あのバカ緑が。誰にでもついうっかりすることはあるものであります。サツケ、早く動かしたかっただけだろ。どうでもいいから早くあれ止めなさい。ボケガエル、今日中に元通りにするのよ。はーい。ガンタンクに罪はないであります。足りない能力を助け合う策が欠けていた我が輩のミスであります。ほらそこ、元敵武器。いやかましい。ああ、いたいた、軍曹。おお、冬木だな。洗濯物を洗い直しといたよ。かたじけないであります。思ったより大変そうだね。ああ、しばらく侵略活動は無理そうであります。基地機能の復帰はいつになることやら、情けない話であります。軍曹、忙しいところ悪いんだけど、ちょっとこれを見てくれない？ゲロ？なになに？シンプルなのに味わい深い造形。それはなかなかいいものでありますな。多分モアイだと思うんだ。モアイ？モア殿の親戚か何かでありますか？違うよ、大昔イースター島で作られた謎の石像だよ。ほう、イースター島とな。イースター島、人口4000人余り。チリリオの太平洋上に位置する全周60キロほどの小さな島で、亜熱帯性気候に属します。アリサちゃんがイースター島から持ってきたって言ってたから。でもこんなモアイなんて見たことも聞いたこともないんだ。ゲロ、つまりそれを確かめたいというわけでありますな。うん、もし本物なら元あった場所に戻してあげたいんだ。おほー、青い空、青い海、そしてなだらかに広がる大草原。イースター島、なんと素敵な島ではありませんか。ゲロゲロ、気に入った。あんな改造やこんな改造施して。ゲロ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 、実はすでに第二秘密基地を用意していたであります。軍曹の野望は一気に膨らんだ。軍曹、
どうしたの？でも、冬木殿、我が輩決めたであります。え？冬木殿と一緒にイースター島へ行くであります。グーソー、お待たせ。冬木殿、準備は OK でありますかな？ちなみにママ殿や夏美殿には。うん、大丈夫。よっしゃ、じゃあ乗った乗った。よっと。ではモア殿、くれぐれも隊員たちにも内緒でありますよ。分かってます、おじさま。後でびっくりさせたいんですよね。っていうか秘密研修。それではいざ行かん、イースター島へ。行っちゃったわね。はい。っていうかママさん、いつの間に。今帰ったところよ。昼も夜もないお仕事の辛いところね。あの、もしかしたら怒って。ううん、全然。あの子にも親に内緒で家を飛び出したくなることがあるなんてね。ちょっとびっくり。ケロちゃん、冬木をよろしくね。隣でチャラポラってけろ。今夜もカレーだ、めんどくせーの。母ちゃん元気で留守ない。今日のお米はアルデンテでございます。気分次第で割りということが違ってる。スッキリさせろ。何が悪い。テストも授業もチャラポラってけろ。3日後に本気。するなら、チャラコバってけろ。いいスタートなんてさ、めんどくせーな。逃げるが勝ちで大勝利。足がもつれてもう走れません。情けは人のためよりも自分のため。そんなもんだ、モグラルタ。地球は丸よ、チャラコバってけろ。いつまで続く。今、赤道を越えたであります。いよいよイースター島か。しかし、冬木殿はなぜそんなにイースター島が好きなんでありますか？そうだな、なんでだろう。パパの部屋に貼ってあったカレンダーの写真、遠い遠い海の向こう、僕の住んでいる地球にはこんなにすごいものがあるんだって。もしかしたらそれからかな、オカルトに興味を持ち始めたのも。わかるであります。まさに運命の出会いってやつでありますな。うん、そうかも。我が輩も初めて144分の1シャア専用ザクに出会った時の感動は今でも忘れられないであります。同じだね。ありがとう、軍曹。ずっと夢だったんだ。お、本当に行けるなんて軍曹のおかげだよ。夢は諦めなければ必ず叶うものでありますよ。そう、我が輩の第二秘密基地の夢も。ケロ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 リー。ゴーク。これか、突然現れた生命体反応というのは。ええ、半端ねえエネルギー量だ。こりゃただごとじゃないぜ。キキ。場所は遠いな。南太平洋、イースター島付近だ。軍曹、一荒れ来そうだよ。一旦、雲の上に退避するでありますか。お、ピロ。え、どうしたの。こっちが聞きたいであります。逃げろ。まさか、また来た。
本当にイースターの上。そしてここはイースター島唯一の村ハンガローは、建物をモアイより高くしないという取り決めがあるので、ほとんどが平屋建てなんです。とにかく軍曹を探さなきゃ。そうだ、きっとどこかに警察があるはず。でもなんて言えば。宇宙人の友達が行方不明だなんて、大地言葉だって通じないし。こんにちは。え、イオラナ。お、友達。イオラナ。ありがとう。お土産あっち。いや、変な生き物見なかったかな。生き物？変な？通じるわけないか。マナ？何これ？見えてないのかな？ついてきてる。軍曹、どこにいるんだろう。夢は諦めなければ必ず叶うものでありますよ。僕のせい。じゃなさそうだ。そっくりだけど双子かな、あれ、なんだかフラフラする。ここは、ガーン。クンソ、ゲロ、ふ、冬木殿。クンソ、冬木殿。クンソ、冬木殿。待って、それは食べ物じゃないじゃん。
結局彼らは何者なの？お具合にもさっぱりであります。着てるのはこの島の古い衣装みたいだけど本人に聞くのが手っ取り早いであります。え、でも言葉は。こんな時にはこれであります。翻訳官もとい、ヘロング万能バッチ。我が輩のこれとお揃いでありますよ。スイッチを入れればどんな言葉でも即座に翻訳。よし。ああ、君たち、僕の言ってることがわかりますか？あ、すごい、わかるわかる。よかった。僕は冬木って言うんだ。それで君たちの名前は？イオ。ラナ。イオラナ。イオくんとラナちゃんだね。まずは助けてくれてありがとう。それで、こっちはケロロ軍曹、僕の頼れる友達なんだ。ケロロ友達？あれ、わからない？友達。それ多分違う。ケロロをこの島の言葉で言うとカイネネ。そう、カイネネ。カイネネ、もしかしたら恐るべき侵略者ってないんじゃね？違う、おいしい食べ物って意味。カイネネ。カイネネ、誰が食べ物だ。それはそうと、ここにもいるよね。前から気になってたんだけど、あれって何？これはもしかして島の精霊？マナはマナ、みんなマナ。マナって確かモアイに宿る不思議な力のことじゃ。お、それがこんな。マナ！ユキたち、マナが見える。それとってもすごい。そう普通は見えない。だからマナたち嬉しくて冬木追いかけた。マナはこの島が大好き。だからずっと見守ってきた。たくさんたくさん前から。そう、100の年、200の年、300の年、もっともっと昔からイオとラナもみんなと一緒に。君たちは？イオもマナ、ラナもマナ。人の形のマナ。人間じゃないってこと？驚くことない。今ここにいるものの中で人間、冬木だけ。あ、そうだ、君たちだったらきっとわかるんじゃないかな。これなんだけど。あ、うん、どうよ、それって結構かっこよくない？うん、ヘッポコ。でも間違いない。見たことないけど、ここで生まれたモアイ。やっぱり。でもそれがなんで軍曹そっくりの顔を？あんたら、これがどこにあったものか知らない？知らない。やれやれ、そんじゃ一体どこに返しに行けばいいのやら。ダメ、外うろつくの危ない。悪い悪悪、闇があった。アクアク？なんかいかにも悪そうな名前でありますな。ラパヌイ語で霊力とかいたずら好きの妖精のことだよ。アクアク大きい、アクアク暴れん坊。だな、見える冬木たち、きっとアクアクにも目をつけられる。動き回るのダメ、安全なのここだけ。そのモアイ、ナナたちに渡して早く帰るのがいい。そんな。冬木殿。返すとしたらラノララクだと思う。ラノララク？イースター島のすべてのモアイが生み出された場所。言ってみればモアイ製造工場かな。製造工場ですと？ラパヌイ、脅威のメカニズム、ラノララク、まさに我が第二秘密基地の中心部にふさわしいのでは。でもやめた方がいいのかな。今さら。悪霊みたいなのが相手じゃ、僕たちだけじゃかないっこないし、やっぱりこの石像は。イオに任せて。ナナに任せて。そうだよね、島のことならきっと君たちの方が詳しいし、残念だけど諦めた方が。お、残念ですと？ギロギロ、お笑い草であります。残念というのはやること全部やったものの言うセリフでありましょうが。軍曹、はるばるペコポンの反対側まで来ておきながら、目的地を目の前にしてよくもうめうめと。憧れの島の土を踏めただけで幸せ。冬木殿はそれで満足なんでありますか？
だけど、ここへ来る間にだってはぐれちゃったし、何があるかわからないじゃないか。そんなの当たり前であります。夢だって言ったのに。冬木殿の夢はそんなにお安いものだったのでありますか。嘘。軍曹が怖がって帰りたがっていると思ってわざと言ったんだよ。冬木殿。軍曹の言う通りだ。これで帰ったらここまで来た意味がない。行こう軍曹、一緒にラノラ楽へ。よっしゃ、そうこなくっちゃでります。アクアクだろうがワルワルだろうが、我が輩が追っ払ってやるであります。カイネネ、えらい。カイネネ、勇敢。誰が食べ物だ。クルル、ケロロのやつの居場所は分かったのか。だいたいね。おおじさまと冬木さんはイースター島に行ってません。おじさまと冬木さんは。ま、このニュースを見てみろよ。イースター島の火山湖の底で調査団が新しいモアイを発見。団長のアクア博士によると、引き上げたモアイの下から巨大な影が飛び出していったと。まさかそれが。キキキ、いいだろう。お、どうした夏美。ちょっとこれ見てよ。私たちに無断で 2,3 日出かけますだなんて。やはり冬木も一緒か。あんた、冬木とボケガエルがどこに行ったか知ってるの。ギロロ。タママとドロロに緊急招集をかけろ。我々もイースター島へ向かう。ママチ、今日こそ徹底的に打ちのめしてやるです。ふん、それはこっちのセリフだぜ、タノコ。ふくじさん、こいえ。お嬢様、訓練中失礼いたします。なんでボル。タママ殿にお急ぎのお電話が入っております。タマ、僕にです。なんと隊長殿が。承知、すぐに参るでござる。どうしたのドロロ。小雪殿、突然でござるが、拙者これよりしばし留守にするでござる。隊長さんに何かあったんだね。水臭いな。それなら私も。ならんでござる。これは我々招待だけの問題。それに小雪殿が見つけたあのツバメの巣、やっとヒナが帰ったところではござらんか。またいたずらなどされないよう、小雪殿には今しばらく見守っていてほしいでござるよ。でも、うん、わかった。で、クルルは結局行くんだろ。しけてに。まったく隊長だってのに余計な仕事増やしやがって。そんなこと言ってる割には楽しそうに見えるけど。キキキ。ま、ここでうだうだやってるよりはね。おい、何をうだうだやっている。タママもドロロももう来てるぞ。すぐ行く。続きは帰ってからってこと。いや、その必要はねえ。これで罪だ。どうしたサブロー、腕が鈍ったんじゃねえか。俺が教えたゲームなのに。伊達に宇宙人やってないってことかな。一方、ケロロ軍曹と冬木君はモアイが作られていたというラノララクを目指していた。また立ち止まってる。冬木、先まだ長い。置いていっちゃうでありますよ。うん、今行く。ごめんごめん、急ごう、ラノララクへ。まったく、調子いいもんであります。モアイの生まれた山か。ラノララクの土、聖なる力ある。偉大なる神、負け負け様の力、その土に宿ってる。確か、この島のすべてを生み出した神様のことだよね。負け負けだって、なんか弱っそうな名前。キロキロキロ。負け負け様、バカにするのダメ。もし今のように負け負け様いれば、赤くなんてコテンパン。だってさ、負け負けなんてどう考えても負け組の名前でありましょう。
悪口よくない。負け負け様のバチ当たる。いいのか。いいよ軍曹、負け負け様に謝った方が。せーだ、我が輩雨大好きであります。もっとフレフレであります。はい軍曹、水いらないの。島の天気とても気まぐれ。でもそれが楽しい。そう、うん、あ、軍曹、軍曹バチ当たった。ボロロ、みんなしてお昼寝中でありますか。この辺のモアイも最初はみんな立っていたんだ。海を背にして。海を背に。うん、実は今まで見てきたモアイたちも近代になって修復されるまでは全て倒されたままになっていたんです。モアイはだいたい海辺にあって、そのほとんどが島の内側を向いていたんだ。あんな風に倒されてしまうまでは。倒されたって一体どこの無法者に。あー、ゲロ。ダメだよ、モアイに触っちゃ。人間だったら。え、冬木、手つなぐ。飼いネネも。だから我が輩食べ物じゃないっつーの。ゲロ、ゲロ、そちらはどちら様で。怖がらないで、今もモアイの中に残る数少ないマナの一人です。彼にちょっとだけ見せてもらいましょう、この島の記憶を。ここはジャングル、大きなヤシの木の。その昔、島にまだ豊かな森が残されていた頃、すべてのモアイには聖なるマナが宿り、いたずら好きのアクアクを長い間地の底に封じ込めてきました。ところがある日、人間たちの間で争いが起こります。各部族のシンボル的な存在だったモアイは、敵対部族によってことごとく倒され、地上は抜け出してきたアクアクたちであふれかえったのです。でもこれまでのアクアクはどれも小さく弱いものでした。だからみんなで手分けして、一体一体なんとかその脅威を消し去ることができたのです。ところが、一番大きく一番邪悪ないたずら心を持ったアクアクが、遠いところから来た人々の手によってとうとう封印を解かれてしまったのです。抑え込もうとしたけど無理だった。今どこにいるか誰も知らない。一番いたずら者のアクアク、一体どこをうろついてるんでありますかな。軍曹、もしかしたら僕たちもう会ってるのかも。え、ゲロ、ほら、この島に着く前に海の上で。あいつがアクアクに会った。大変だったらきっとすぐアクアクに見つかる。もしかしたらもうこの近くに。まさか、脅かしこなしてありますよ。アクアク、さすがだな冬木、こんな大物を呼び寄せてくれるなんて。切っても無駄となると。これはダリ、闇よりいでし魔物を狩るのが我らの仕事。行くぞ。と言われましても。何やってるでありますか。一か八か、みんなの力モアイに。アリサ、ヤツは予想以上の大物だ。このままではとても食えそうにない。冬木がおびき出してくれた獲物だ、必ず食う。アリサちゃん、
今こそアクアクを葬りたまえ。ババン、あちらだ。ガク、大きすぎる。このモアイだけじゃマナの力足りない。そんな、ラチラチ、あれは、あっ、グーゾーさんとフッキーを確認です。クルル、あの黒いやつが例のエネルギー反応の中心か。間違いねえ。まだ全てを解放しちゃいねえが、凄まじい潜在エネルギー量だぜ。よし、反転急降下、再度攻撃をかける。な、なんか食いよ。さあ、玉が灰の部下どもであります。これって、確か夢で。無事で何よりでござった。それよりあいつはどうなったのよ。ダメだ、地面の下へ逃げられた。気配を消せるとはね。あ、何やってんの、もう全員ボーナスだ。いや、もらうといえば何もかも貴様が勝手。おお、飼い寝で増えた。飼い寝でよりだりみだり。この子たち誰です。いいよ、ナナ、イエラナ。拙者たちのことを飼い寝ねと言っていたでござるが。いいからいいから、話は後々。キキキ、またいつ現れねえとも限らねえからね、あの化け物。いっそのことここいら一体まとめて N2 爆弾で。貴様、リオ君、何を。みんな逃げて。あたた、この下。おい、まずらず。おいおい、俺に言おうか。カオト、相手はこちらでござる。タナナインパクト。おっと、あのクルルビーム。はい、ご心配ばかりおかけして申し訳ございません。なんか無事ではないっぽいです。かわいい、みんな見て、アクアクが。アクアク、あれはまさかケロンジ。こんな笑い方だったかな。しゃべった。その黄色いやつの知恵と知識を手に入れたぞ。これでさらに素晴らしいいたずらができる。アクアク、とても欲張り。だから自分と同じいたずら者の力取り込んだ。私目が深いな。申し訳ございません。どうせハッタリだ。やるぞ、ドロロ。そして、やれ、ゼロ次元弾。なんと、ドロロのゼロ次元弾が読まれてるだと。次は僕が相手です。トムも、言っちゃダメだ。君もそいつに。心配無用です。無駄で。あれは南国本場物の焼きバナナ。いや、もう甘い、甘すぎる。しまったです。やつめ、俺たちの弱点までクルルの知識として吸収している。そして今度はタママの能力まで。恨みやつらみは何も生み出さない。ノーモア嫉妬でぬ。しもりかす、やっぱかわいい。
真似を。どうすれば。みんな下がるでござる。え、ここは拙者に任せて、クルル殿とタママ殿を連れて安全な場所へ。お前まさか。ゲロ、分かった、任せるぞドロロ。僕分からない。ちょっとギロロ、総員輸送系待機、アタックインパクト、オリスキッチ、ヒッカーン、いざ参る。めっちゃうわぁ、急いで乗り込め。早くしろ、さあ早く。どこを見てる。侮ると後悔するでござるよ。これは素晴らしい、なんという痛さだ。おぼろの腕でか、2度目だ、インパクト。いたずらならこちらが一枚上手だったな。ではいただこうか、お前のその力。何早く飛び乗れ、片付けない。なんてことだ、ドロロの意識でもかなわん相手とは。どうせ僕なんか。なんかドロロはいつもと変わらないような。ごちそうさまでござる。ケロロ、操縦を変われ。一体何を。あ、ギロロ、俺に考えがある。待って、ギロロ部長。そんな、このままじゃ何もかも僕が見た夢の通りに。前にも言ってたでありますが、その夢って何の話でありますか。僕見たんだ、やられていくクルルやタママ、そしてドロロに、ギロロに、軍曹まで。我が輩も。早く入れてよケロロ君。かわいいよ。ギロロ、ケロロロのマッチに出る。今度は鉄人形か、面白い。ますます面白い。ギロロを援護するであります。ゲロ、ケロロは、あの力、あまり使うのダメ。ラナちゃん、どうしたの。こうなったら、不時着しかないでやります。なかなかしぶといな。しかし、ここまでだ。これは前も吸い取ってやる。よし、今だ。何？この時を待っていた。ラノラナクだ。いつの間にか、こんなとこまで。ギロロのやつも、一体何を。様と
網ではマグマに耐えられまい。さてそれはどうかな。戦ったが、所詮俺の敵ではなかったようだな。なつみ、こんな僕にお仕置きして。とうとう、ギロロまで。力だ、力が溢れてくる。いける。今のこの力があれば、とんでもないいたずらができそうだ。さて、次は。やはり最後は隊長であるこの我が輩の能力を。軍曹のことは眼中にないようです。よかったじゃない、無事で。全然よくない。お、アクアクラノララク言った。きっと、とてつもないいたずらをするつもり。黒いやつのパワーと赤いやつの情熱、青いやつの技、そして黄色いやつの知恵を我が物とした今、やるべきことはただ一つ。究極のいたずら、侵略だ。初めて作った石像だが、破壊力は見ての通り。一体何をやるつもりでありますか。全てはこれからだ。お前たちには最後まで見届けてもらう。この俺の究極のいたずら、すなわちデコポン侵略。手始めにこの島の石像を一つ残らず粉砕してやる。そんな、やめてよ、そんなこと。やめろ。ゲオ、やつの姿が消えたであります。の見た夢？うん、これで間違いないよ。クルル、ありがとう。頑張ったによ。やっぱりこの夢は、このモアイが僕に見せた未来の風景だったんだ。あのアクアクの復活のこと、これから起こる大変なこと、それ正しい。マナに好かれた者にはマナの姿見える。マナの夢だって見える。そのモアイに宿るマナはきっと冬樹のことが大好き。そう、大大大好き。でも、今度のアクアクとても強い。とても。雨が止んだら、またアクアク暴れ出す。雨が止んだら、どういうこと？アクアク、水が苦手。人が喜ぶもの、大嫌い。だから今は動けない。
だったらさ、あの野郎にお水をドバッと。ダメ、嫌いなだけ。水じゃ倒せない。マナの力で封じるしかない。でも封印の光もダメだった。それじゃあどうすれば。はにゃへやへ。僕はただの子供だもん。この島を救う力なんてないよ。ごめんなさい。こうなったら我らケロの正体がやるしかないでやります。全員精霊ケロ。ほらもう皆さんちゃんとしてよ。もう今やらないでいっちゃうの。運送さんは自分だけ元気だからいいでぬ。そうよ、せめて秘密基地さえ無事だったな。どうせ僕たちもともとこんな感じでおじゃる。乳酸も出ませんよ。あへえ、いっそのことこのままこの島に住んじゃう。めやんでぬ。どうせもうお婿に行けないし。ゲロ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 。我々の心に燃えるケロン軍人魂は消せないのであります。確かにその通りだ。運送さん、拙者目が覚めたでござる。隊長も言うときは言うじゃねえか。おお、やっぱりカイネネすごい。カイネネ偉い。ピロリ、隊長として当たり前であります。だがなケロン、俺たちが弱体化してることには変わりないんだ。なーに、そんなもん根性でカバーでありますよ。な、たまま。ハロー。綺麗だね。超可愛い。軍曹たち復活したんだ。そうか。おはよう軍曹。冬木殿、少しは寝られたでありますか。うん、すっかり雨上がったね。するといよいよ戦いでありますな。うん、覚悟はできてる。しかし見事な作戦を考えたでありますな冬木殿。この島で一番高いあのテレバカさんにアクアクをおびき出し、島中すべてのモアイ光線を集中砲火する。パーペキであります。でも肝心のあいつをおびき出す武器が。ゲロ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 、心配ゲロムよ。今届くところでやります。おじさまー、萌え殿、お待たせしました。っていうか貨物投下。V 作戦消防隊到着でやります。そうか、これを使えばいいんだ。まさかそいつが役に立つことになるとはな。当然であります。調子ぶっこきでぬ。さすが隊長殿。うわ、ゲロリ、これで準備は揃ったでありますな。おお、安畜生の先手を取るであります。作戦開始。おじさまー。モア殿、よくやってくれたであります。では我が輩も。あ、待って軍曹。大丈夫、冬木殿の作戦と我が輩たちの力を信じるであります。でも行ってくるであります。おじさま、しっかり。天気だ。では再開するとしようか。この俺の究極のいたずらを。ゲロ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 。あの程度で究極とは肩払い台であります。このケロロ軍曹がもっとナウでヤングないたずらを見せてやるであります。
ついてきますね。嫌だ。ああ、わかった。負けるのは怖いんでありますな。こっち悪い。どうせ、マジバネ、シロアリかや。ギロ、ここでケリをつけるのみ。マークスリー、ビーム。無駄だ。この俺にはどんなビーム攻撃か。ギロギロギロ、なんちゃって引っかかった。大成功。よかろう。そこまで痛い目を見たいのなら相手をしてやる。よっしゃ。動きました。キキキ、第一段階クリアでね。だがまだこれからだ。気は抜けないよ。はい。よしよし、奥さん、こちらやります。ゲル、こんな時にも。やべえ。くだらん、ここまでだ。ゲロ、すごい。いや、聞こえるか、ヒヨン。聞こえる、ラナ。島中のモアイたち、マナたち、みんな力貸してくれる。ユウキ、ヒヨンの方大丈夫。合図くれれば、いつでもできる。うん、あと少し、頑張れ、軍曹。おりゃー、目指す決定は、目の前で見た。ギュー、クルル。ダメだ、まだ早いよ。なんとしても奴を頂上まで引っ張り上げねえと。目的地はあの山頂か。ん、そういうことか。ターゲットの動き止まりました。やばいよ、気づかれちゃったよ、クルル。V 作戦消防隊出場です。放水開始。うわ、逃がしはしないでの。いけ、師匠、どうしてみず。踊れ。ついにここまで。さあ、かかってこいであります。なんでもう出ちゃってんのよ。貴様らごときに。よし、もうちょいで。なめられてたまるか。なに、抜き殻どこだ。心配をしている場合か。今だ、ラナちゃん、リオ君に。待ちね。こいつは。そんな、これじゃ聖なる光が。いや、見てるか、大変なことなった。うん、分かってる。ケロール危ない。いよ、行く。いや、まさか。ラナ、あと頼む。いや。なかなか面白いいたずらだったが、最後の詰めが甘かったようだな。では、ぼちぼち終わりにしよう。究極のいたずら、俺の勝ちだ。このとどめだ、受け継ぎ。言う通りであります。こんなんでは誰も守りやしない。我が輩にもっと力があれば。ケロロ、ケロ、ヤドの
無駄だ。やつならもう影も形もない。完全にこの世界から消えてなくなった。一つの欠片も残さずな。お前たちはそれなりに働いたんじゃないか。だが体調が無能だった。ギロギロギロ、たまたまたまダラ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 。止めるべきだったんだ。僕のせいで軍曹が、最初から僕がイースター島に来たいなんて言わなきゃ。これのせいだ。これのせいで軍曹が、軍曹が。聞こえた。軍曹の声が聞こえた。ナナにも今やっと分かった。聞こえたの、そのモアイの声。覚えてないか、みんなで乗った鉄の鳥に鉄の人形がぶつかりそうになったこと。あの時みんなをちょっとだけ未来に飛ばした。私たち時間を飛び越える力がある。そのモアイ、さっきの爆発の前、ヨウが過去に飛ばしたケローロの魂。過去に飛ばしたって、じゃあそれをアリサちゃんが拾ってくれて僕のところまで。そうだったのか。生きてたんだね、軍曹。当たり前です。おじさまがいなくなるわけありません。っていうか永久不滅。それケローロの種、全てのモアイを生んだラノララクの土に埋めればケローロ復活する。わかった、僕行くよ、ラノララクへ。だったら急いだ方がいいぜ。やつめ、今にもまた追っ始めやがりそうだからね。今度こそ叩き潰してや。この島に存在する憎きモアイども一つだから。やばいぜ、落下まであと20分もねえぞ。みんな聞いて、軍曹を復活させてくる。よろしく。持ちこーす。この島に伝わる神の使い、鳥の人、まさか、ふゆきが。聞いた通りだ、お前たち。承知。了解です。ケロロはまだ生きている。ブユキを死ぬ気で援護するぞ。今さら何。まあいい、もう容赦はせん。もうすぐだからね、クッソ。一番古いモアイ、それなら知ってる。モアイトリトリだ。その場所に埋めるんだね。いらぬ知識など持ったら火傷するのだ。無駄骨だったのだ。さっきの灰を始末するところを這いすくばって見ていろ。ケロロ、あとは頼んだぞ。ケロロ殿。パワー。見苦しい抜け穴どもめ。
丈夫なはず。軍曹、何やってるんだよ。どうしたんだよ軍曹、帰ってきてよ。お願いだよ、もう一度会いたいんだ軍曹。いつもと違いますが。うそ、よかった、もう会えないんじゃないかと。冬木殿、話は後であります。今はあれを。うわ、いつの間に。悠久なる空と海と大地に蓄えられし聖なる力よ、今こそ宿るであります、我が体に。まさか、やつが。あと10秒。軍曹。負け負け。の言った通りだったよ、軍曹があんな。負け負け様、復活した。え、今のケローロ、この島の守り神、全てのマナ司るもの。軍曹が負け負けの神。残念だったな。無能な隊長にしてやられた気分はどうだ。何？あいつを。ケロロか。ゲロリ。食べちゃったの。グンソウさん。お前たちのケロン軍人魂、しっかりと見せてもらったであります。笑わせるな。そんなつまらん奴らの道具に魂など。ゲロゲンゲロゲンゲロリ。つまらんのは貴様であります。ふざけんな。何が負け負けだ。負け負けごときがこの悪悪様に。構うものか。鏡の。無様だな、負け負けもどきよ。今こそ力を奪ってやる。愚かにも貴様一人でこの俺様に勝とうなどと思ったのが。違う。それは違う。我が輩はもとより一人で戦ってなどいなかったんであります。何をございて。しまった。ここは今だ。ラナちゃん、ママたち、今こそみんなの力を、横島を封じる聖なる光。
そう。しっかり。ユキ殿、ケロール。これはラナ殿まで。どうやら作戦はうまくいったようでありますな。みんな軍曹のおかげだよ。軍曹。ケロール。隊長殿。カルエル生きてやがったか。みんなも元に戻れたんだね。本当でござる。だが今度こそ大丈夫なんだろうな。アクアクでありますか。なーに、あれだけの光を一心に浴びればいくら。王子様、後ろ。アクアクの生き残りだ。アクアク、程よいサイズだ。これなら食える。いただき。ギロギロギ。ギロ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 。もういない。それちょっと違う。あの中のどこかにいる。かつてイオだったもの。ゲロ、どうしてそんな。あの時ケロールを過去へ飛ばすのにイオ全部の力使い切った。そして人の姿保てなくなった。わが輩のせいで。違う違う、イオの願い叶った。いや、幸せ者。ラナ殿。でも残念だな。せっかく友達になれたのに。友達？それって何か。友達がわからないでありますか。そういえば前にも。ギロ、友達ってのはでありますな。喧嘩して顔も見たくない時もあるけど、誤解さえ解ければ本当はいいやつで、ここ一番って時にはきっといてくれる。そいつのためなら何もかも忘れて頑張れるっていうか。なんだそれ、みんな当たり前だったら。みんな友達。みんな友達。この島ではそう。大地に生きるもの、海に生きるもの、空に生きるもの、イオもラナもフユキもケローラも、そしてマケマケも、みんなみんな友達。本当はアクアクも。アクアクまで。うん、アクアクもマナもマケマケも生まれたところみんな一緒。アクアクよみがえればマナたちもよみがえる。アクアクが消えたらマナたちも消える。ラナちゃん。でもラナたちいつまでも見守ってる。みんなのことずっとありがとう。ふゆき、ケローラ、いつかまた。イオラナ、ケロール。イオラナー。
突然いなくなっちゃ嫌だよ。君と一緒にいたいから、いつまでもきっとずっとレッド、どこまでも行こう、どんなエンディングが待っていても、君がいれば全てが alright ね。ちょっと待って、もしかしてやっぱり最後はこうなるの。ミッションオーバー、ミッションコンプリート、まだまだミッションコンティニュー。